大阪市役所は、地方公共団体である、大阪市の執行機関、または、それが入居する施設である。職員数は35,480人。本庁の入居する大阪市庁舎は、大阪市の中心部、中野島に位置する。御堂筋の東側に位置し、正面には、日本銀行大阪支店が位置する。市役所の東側には、 中野島図書館や大阪市中央公会堂、東洋当時美術館がある。市役所の南側には、淀屋橋がかかっており、また最寄り駅も淀屋橋駅であるため、市役所に行くことを、淀屋橋に行くと表現されることもある。ただし淀屋橋より、南側は、中央区である。現在の庁舎は1986年に完成した、ものである。三種特例が廃止された。 翌年の1899年、当時の大阪府庁舎の北側に設けられた、1912年に、銅島浜に新庁舎が建設された。銅島浜にあった、二代目大阪市庁舎。大正3年、大阪府社新庁より、設計を公募し、10年の歳月をかけて、1921年には、中野島に庁舎が完成。 塔山での高さ約56メートルと、当時は、市内最高の高さだった。鉄筋5階建てで、中央に、ホールがあり、四方に、玄関、正面玄関には4本の円柱が立ち、ルネッサンス風の塔は、市の象徴となった。1982年に新庁舎建設のため、取り壊された。半分に分けての建て替えだったため、現在でも屋根にその名残が残っている。 また、市役所1階には、大阪市長と書かれた札が展示されている。かつては、交通局などのつぼねも設置されていたが、このうち交通局については、2018年4月1日に、事業を、新設会社の大阪市高速電気機動と、既存会社の大阪市ティバスに譲として廃止された。大阪市内の都市計画を主に進めていたのも、大阪市役所である。 これは、政令指定都市制度を根拠としたものである。ただ、府から市への権限以上、税源以上が中途半端であったため、後に二重行政の弊害を生んだ。市営交通については、市営文老主義も参照。組織の中枢となる、幹部職員を、京都大学、大阪大学や大阪市立大学の出身者を中心に固め、 中央省庁との人事交流が少ない。そのため、中野島文老主義と揶揄されることもある。特に、土木技術職の副市長、局長級といった幹部ポストは、京都大学工学部卒業生で多くを占められている。1980から1989年、大阪市の職員による、空残業という不正が発覚。大阪市役所は、 約280億円から残業代を支出。市民団体が提訴。1998年に控訴審に入り、市の現職幹部が追加えすることで和解。大阪市は二度と違法支出しないと制約をした。1999年12月、市民グループが大阪市役所の総務局長に対して起こした退職金返還訴訟判決が、 大阪高裁において下された。裁判官は当時の大阪市役所は公金の規律が乱れに乱れていたことが伺える。こうした職場環境の中に入ると通常の道義心を持っている人でもその色に染まり金銭感覚が麻痺して公金を私的に使用することに抵抗を覚えずごく当たり前のこととして受け入れるようになると指摘した。 2004年4から10月に行われた約4950件の残業が不適切だったことが明らかとなり、大阪地検特捜部が詐欺や虚偽公文書作成などの容疑などで本格捜査に乗り出す方針を固めたという。2005年2月、大阪市職員に対して公費約300億円から 条例にない闇の退職金や年金が支給されていた約100億円に上る職員の生命共済の掛け金を全額税金で支払っていたことが発覚した後大阪市民から税金泥棒を大阪市民に謝罪せえ市役所は大阪市から出ていかんかいといった抗議の電話がかかり続けていたしかし大阪市職員は どんどん福利厚生や手当がなくなって小遣いが減る。これからほんまにスーツの支給が必要になるんちゃうかなと懲りていなかったという。2005年3月30日、勤務実態がないのに残業手当を受け取った市職員6331人に対し処分を下したが大半は文書勲告や口頭注意に止まり大阪市役所の身内に 甘いと指摘される体質が浮き彫りになった、報じられた。2008年2月12日、大阪市職員が、空残業への協力を拒んだ同僚に暴行を加え、傷害容疑で逮捕された事件が発生し、空残業の全庁調査が行われた。2008年6月、裏金として4億7900万円が認定された。しかし、大阪市役所は、 職員の個人名義の口座で資金を管理するなど、手続きの不適正さは認めながら、裏金ではないと報告書において、結論付けたという。2012年1月、市職員が、2011年大阪市長選挙において、平松国を応援する打ち合わせメールを、業務用メールで送っていたが判明。また、シギらが、 職員採用で口聞きをしていた疑いが新たに判明した。市議や組合役員の名前を消した後が採用時の履歴書から多数見つかったという。第18代大阪市長の平松国夫は大阪市役所に軽度会の学罰があったと語っている。平松は役所の計画調整局に関係する事業でも、 建設局や港湾局に関係する事業でも、なんでこんなものを作ったのかと思うものは、ほとんど経度会が作ってきたからだ。山ほど不要なものを作り、負の遺産として残っている。お金がいっぱいあった時は、埋めたら土地が売れた。こうした流れの中で、市役所内で実力者になってしまった方が何人かいた。土木系の副市長は、 歴代必ずいたが、私は建築系の人に変えた。流れを一度止めるためだ。と述べている。しかし、2021年現在でも、土木技術職の副市長、建設局長、大阪都市計画局長といった最高幹部クラスの、ポストは軽土海出身者で占められている。ありがとうございます。